ブラックベリーボールド9700は、カナダの携帯電話メーカーリサーチインモーションが、開発したブラックベリーシリーズのスマートフォンで、HSDPA に対応している。日本では NTT ドコモより、ドコモスマートフォンシリーズの端末として提供される。日本のほかアメリカ、ヨーロッパ、アジア、豪州と世界中で発売されている。 2009年2月に発売されたブラックベリーボールドの後継機種となっている。NTT ドコモにて、ブラックベリーインターネットサービスや、ブラックベリーエンタープライズサービスのオプションを付けることで、企業グループウェアとの同期プロバイダメールや、ウェブメールのプッシュでの受信を行うことができる。ブラックベリーボールドに比べ、サイズ、重さとも一回り小さくなっているが、 画面の解像度が縦に40ッと広くなっているのと中央にあったトラックボールが光学式のトラックパッドとなるより直感的な操作が可能となった。a ムが 256M とブラックベリーボールドの倍になっており今まで以上にアプリケーションやキャッシュに利用することができるようになっている。今までのブラックベリーがビジネス向けであったのとは逆に 本端末からはコミュニケーションが重視され、音楽再生、メッセンジャーや SNS などに注力を置いている。その中でアプリケーションとしては、Twitter、Facebook、Myspace、Flicker、f u l l s q u 日本独自の展開として m i x i にも対応している。それらのアプリケーションは、他のメッセンジャーやメール同様、 新着があると通知される。メッセンジャー機能も従来からバージョンアップし、通常のメッセージング、音声チャットの他に、グループでの画像の共有ができる、ブラックベリーメッセンジャーがプリーインストールされる。その他に、Google トーク、Windows ライブメッセンジャープリーインストール、またはインストール用ショートカットが用意されている。メッセージが着信すると、着信音やバイブレーター、 LED 通知で着信を知らせてくれる。アイモード絵文字がメールや SMS で利用可能となる。ブラックベリーボールドでは日本語フォントは明朝体のみであったが、ゴシック体も選択できるようになる。言語が日本語の他英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、中国語、韓国語に対応する。Wi-Fi にも対応するが、 ブラックベリーボールドでは対応していた IEE802.11A が非対応となり B と G の対応のみとなる。ブラックベリーボールドと同様ブラックベリーサービスのオプションでブラックベリーコーシュームセンサービスが利用できる。Bluetooth がバージョン 2.1DR1 対応となっている。外観はブラックベリーボールドをそのまま小さくしたような形状で 背面のバッテリーカバーは、川張りとなっている。ブラックベリーボールドと同様、すべてのキーボードにショートカットキーを割り当てることができ、例えば、o を押すと画面の縮小、i を押すと画面の拡大といったものが、デフォルトで割り当てられている。カメラ機能が大幅に向上し、手ブレ補正、オートフォーカスや高コード LED フラッシュも搭載されている。 パケ放題ダブルを契約することで、定額で利用することができる。またモデム通信も利用が可能だが、接続には特殊な方法が必要となる。ワールドウィングにも対応しており、海外でも利用が可能となる。ブラックベリーで利用できるサービスは、企業用のブラックベリーエンタープライズサービスと、ブラックベリーインターネットサービスと、その双方を利用できる。 ブラックベリーデュアルネットワークサービスとあるが、ブラックベリー9700はそれらのサービスを利用することができる。別においては、企業のエクスチェンジサーバーや、ロータスドミノのメールの送受信、スケジューラーの共有、サメチメや、ライブコミュニケーションサーバーなどが利用可能で、それらはすべてリアルタイムプッシュで行うことができる。また後者は、 個人利用や双方での利用がメインとなり、最大11個の POP、IMAP のメールのアカウントの送受信や、SNS、インスタントメッセンジャー、インターネットブラウジングを利用することが可能となる。ボークバリーインターネットサービスでは、前項の通り、POP、IMAP のメールをプッシュメールとして利用することが可能である。メールアカウントがない場合でも、 bis の契約をしていればドコモ .blackberry.com アカウントのメールアドレスを利用することが可能となる。また gmail やホットメール、windows live ホットメールといったウェブメールも利用が可能となり、それらのメールはリアルタイムでプッシュ着信する。その他のウェブメールもポップ、imap 対応していれば、ブラックベリーで利用が可能である。ブラックベリーでは、 iMode 絵文字が発売当初より利用可能であったが、iMode メールは利用できない。imode.net モ,モバイルモードを利用することで、ブラウザを利用した送受信は可能。2010年9月1日より、ドコモでは、スマートフォンでもドコモ .ne.jp のドメインが利用できる sp モードを開始したが、ブラックベリーでは対応していなかった。しかし、2010年内に、 この SP モードがブラックベリーでも利用できるようになることが RIM より発表されている。2010年12月1日より SP モードに対応し同時にブラックベリーインターネットサービスの料金が改定される予定。SP モードは他の Android 機種等とは一部仕様が異なる。アプリケーションはメーラーやブラウザ、カレンダー、メッセンジャー、 アドレス帳の他に様々なサイトからダウンロードして利用することが可能となる。また RIM 社が展開しているブラックベリーアップワールドと言われるブラックベリーのアプリポータルアプリケーションがプリインストールされる。ここでは有料無料合わせて4万を超えるアプリケーションが公開されている。その他にドコモアプリケーションサイトアプリケーションセンターというアプリケーションダウンロード用の ツールがプリインストールされている。これらのアプリケーションポータルから様々なアプリケーションをダウンロードし端末をカスタマイズすることが可能となる。PC の PIM や音楽との同期やデータのバックアップ、OS の再インストールを行うためのツールとしてデスクトップソフトウェアというアプリケーションが利用可能となっている。ブラックボールド9700からは Mac 用の同期アプリケーションも提供が開始されている。ありがとうございます。